どうも皆様こんにちは、マストさんちのボーです。ではですね、前回の続きからやっていきましょう。スタートします。さあ、じゃあやっていくよ。続きです。またここか、ツボが変わってるし、また危険な状況だし、とりあえず前回同様クッションを使ってツボを落としてみると、バーンはエクスカリバールが出てきますね。エクスカリバールが出てきたとってさ、やっぱツボも使うんだ。ここあった、失礼しました。どうしよう、ここを開けて、あ、ここ開けただけじゃダメだ。あー、ダメだダメだダメだ、違うんです。ツボを持たせたかったのよ。はい、じゃあね、もう一回ね、ツボをやって、でエクスカリバールとツボをもう一回取ります。ツボを設置したじゃん。そう、すごいな、その向きで持つのか。で、はい、ここエクスカリバール使ってすると終わったあー、ツボはどこへ消えたかな。いや、なかなか激しいですね。また謎解きですね。本を手に入れた。本を手に入れた。この本何に使うの？この本何に使うの？ちょっと待って。あお、なるほど。LIVE ね。なるほどな。並び替えるか。その発想はなかった。おい、どこにありますか。よし、オッケー、開いたよ。で、結局はベッドローションなんだ。はい、じゃあここに塗って、じゃあ、今回もですね、盛大にログインからのログアウトしてもらいましょう。分かってはいるんだけど、ちょっとドッキリする。なんか物騒なものあんな。この物騒なもの使うの？ハサミでここを切ってライターを取り出すと、で、あー、失礼しました。いつもなんかここ引っかかっちゃうんだよな。これを置いてこうすることによって、少年危なくない？少年、紐、なるほど。こうして、でも結局だから少年がここにいるんだって。まあいいか、ここだ。これで導火線にしてしまえばいいんだ。こうすることによって少年は移動し、で泥棒さんが入ってくると同時にボーンだ。今です。なんだろうな、ものすごくここまでやってきて泥棒さんを救ってあげたくなってきた。スコープ的な何か、本で、本は入れ替えられなくて届かないと。なるほどね。じゃあここに本を置いて、これを踏み台にして、踏み台に、あ、取れた。少年のお尻に刺さってたのか。お尻にって言っちゃった。お尻のポケットに入ってたんだね。なるほど、全然気づかなかった。なんかあるなと思ったけど、あれスコープだと思ってたんだよね。はい、さようなら。もう何回目、4回目ぐらいでしょ。なんかさすがにさ、そろそろさ、対策をさ立ててくれるかなって思うわけじゃない。チョーク、カレンダーは何にもない。ケチャップ、なんとなく想像はついたけど、これ事故現場か何かを再現するんですかね。これは怖いかもしれない。逃げる前に何かすることがあるだろう。また壺か、この高級な壺ね。お、鍵が隠す気がほとんどないな。配線、お、スタンガン、ちょ待って、配線何使うの？針線でパーンするの？いける？まあそうなるよね。まあまあ、じゃあ鍵を開ける必要はなかったんだろうね、多分ね。じゃあこのスタンガンをセットして、で背後からビリビリッと、ビリビリッと、
ね、もうさすがに対策をさ、何度も言うようだけど立てようよ対策を。次は暖炉と壺があるんだね。フライパンがあって木を揺らすとライターが、で、あ、ガスコンロがつかない。なるほど。じゃあライターって、え、つかない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 、無理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 、焚き火かなんか使って、で紙かなんかも入れないと無理だって、つかないよ。まあまあ、でもまあとりあえず火はついてくれたんで、これで熱したフライパンを作りましょうね。はい、どうぞ。残念です。さすがに今回もね、ミトンか何か作って、うん、ちゃんと手につけてくればよかったんだろうね、この人もね。あー、かわいそう。これ最終的にどうなるのかね。普通の木製のバットかな。レンガ多くね。これで中からレンガ、結局レンガ。あー、ここのレンガは取れないし、下のレンガを取ると棚がこうパターンって倒れちゃうよっていうことですね。だからあのバットを使って、もね、隠れてたレンガを取って、これを頭に落とすと。なぜヘルメットをしてこなかった。ヘルメットするでしょたまに。次は普通に鍵がかかってるな。これ何、これコート、あ、鍵、鍵本、コート、ん、なんだコートかけんとこちょっと怪しくない。まあまあ、とりあえず開けてみましょう。ん、帽子、あー、なるほど。あ、こういうことじゃなくて、あ、こういうことではないのね。じゃあ少年に帽子とコートと、あー違う、本だ、本が必要なんだ。それで大人っぽくさせるんだ。この本を少年に渡して帽子をかぶせる、そしてこのコートを着せると、なんとびっくり、身長の高い大人だ。びっくりするよ。誰だお前。そっちはお帰りの場所ではございませんよ。さて、んと、本が2冊で本は取れない。今度は本取れない。え、ここに貼り付いてるもんなの。あれ流し台のところの棚がなくなってる。エクスカリバール、これだけ、あ、ダンボール、マジで。じゃあエクスカリバールで開けた後をダンボールで塞いで、これで落とすの。また次のなんか新しい、あー、知恵がついてる。マジで。まさか知恵がついてるとは思わなかったね。どうしよう。どうしよう。でもハサミが、そうか、ハサミがもう一個あるんだもん。こういうことだよね。じゃあ段ボールももらって、これやって、いや違う、これやってこっち、じゃあこれやってこう、こうすると同系色だからバレないだろう的な感じ。まあまあまあ、そうだよね。まあ、一般的な落とし穴の作り方はこうだわ。なんだこれ。上になんか書いてある、多分5だと思うけど、なんか書いてあるね。おもちゃだー。結局クマのぬいぐるみは取れないんだね。落ちちゃった。何これ、乾電池、ヘリコプター。少年、乾電池いる。あー、充電、あー、なるほど、こういうこと。おー、2525、ニコニコ、はい、了解です。これあれだね、タンスの暗証番号的な感じ。隠れた、隠れちゃった。じゃあニコニコね、ニコニコ、ニーコニコどーか。あ、まあまあまあ、いつも通りのやつですね。他は何もない。あ、じゃあお願いします。すいません、ワンパターンなんだよ。だから、いや、ワンパターンでもないけどさ、ツーパターンかスリーパターンぐらいあるんだろうけど、いや、まあ、ほんと学習してほしいよね、このおじちゃん。
またこのパターンかな。上からレンガ落とすんでしょ。違う、ペッペンペッペンペッペ、これそのまま落とすの。違う、これした後ってさ、だって滑っておしまいじゃないよね。待って、何するの。ドア、ドアなの。でもドア何にもないもんね。嘘、何もできなくない。ってことはさ、これの設置場所が違うんだよね多分。じゃあここだここしかない。ここ歩かせんの、おじちゃんに。いくら泥棒とはいえさ、絶対やばいって。やばいやばい、その角度で落ちんのやばいって。やばい。なんかまたあれ、何これ、水鉄砲かな。届かない、届かないね。で、鍵があって、他はじゃあ何にもないのかな。なんか机じゃない、椅子の下がすごく気になる。だよね、椅子の下になんかあるよね多分ね。毎回なんかちょびっとだけ、何これ、タバスコ。じゃあ棒でこれを、ちょっと待って。タバスコ入れんの、やめてあげてよ。おじちゃんそれメガネじゃないもんね、だってね。おじちゃん、目が、目がじゃなくて口の中か。そう、そんなに辛いかな。じゃあ今度は、何これこれやるの。これやるの、いいけど、いいけどさ、やってる間多分みんな暇だよねこれ見てんの。なんか今ずらしちゃったかもしれない、まあいっか。少々お待ちください。オッケーです。で、結局また目のローションなの？でも、目のローション、ここでいいの？またここに置くの？だってさすがにもう学習してると思うんだけど。はっはっはっはじゃないのよ。だからさ、毎回そこに頭打ちつけるとやめようよ。ボコボコになってるよその頭。さすがに40問近くこういうことやってると飽きてきちゃうよね。バット。バットに、スタンガンって言っていいのかな？だよね、怒られるよね。じゃあなんで怒るんだったらこんなやり方をしたのかね。どうしよっかな。じゃあ何すればいいんだろう。そのままバット持たせるじゃダメだよね。多分バット持たせるじゃダメだから、なんとかしてこれを取らなくちゃいけないんだけど、ちょっと待って、はしごあんじゃん、よかった。じゃあはしごでこのスタンガン取って、じゃあ結局バットはじゃああれなの、罠だったのね。でこれでビリビリってするわけでしょ。まあパターンが決まっちゃってるんだよな、もったいないな。イエーイ。まあもったいないとはいえ、やっぱりパターンが決まってると嬉しいっちゃ嬉しい。どうした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 の君たち。レンガ、レンガね。はい、カレンダーは特に何もない。はい、このクマかわいい。なんでこのクマのぬいぐるみあるんだろうこの家。じゃあいつも通り、嘘マジで、まだなんかあった、ロープ必要だった。うわ最悪だよはい、レンガは取った。
あともう一個ロープか何かがどこかにあるはずなんだけど、でも、違う、ロープじゃない。何これ、パイナップル。え、これを、これを使うの。少年、少年、マジでピン抜いてなくない、ピン抜いてなくない。ああ、おじっちゃん、飽きたって言ったとこで変化球来たよ。何これ、え、嘘。あ、ここね、4358寝ちゃったー。マジかー、片方ずつやるのかー。あー、終わった。これまさかあれだよね、ゲームオーバーになるたんびにパスワードが変わるのか。またやっちまったー。16 26。あー、やっと開いた。やっと開いた。なんで同じこと繰り返しちゃうのかな、まったくもう。はい、じゃあお願いします。ナムさん、絵の中にミトン、ミトン、あ、また鉄の棒を厚くするのかな。え、でもさ、え、これでいいの、なんか、え、毎回こんな感じじゃない。え、この、え、前回もそうだったよね。え、いいんだこれで、これで合ってるの。変化球来たと思ったらパターンにはまってしまうのはどういうこと。どっちの DVD を見るってやつだよね。え、でもなんかさ、最初の方にこの DVD 見てたらさ、おじちゃんびっくりしちゃったじゃん。だからこの DVD で合ってるのかなとも思うんだけど、私アマノチュークだからこの DVD じゃダメなような気がするんだよな。違う気がするんだけどな。学習能力がね、思わず言葉を失ってしまったよ私は。あれ、絵の中に何もない。なんかレンが貼り付いてるんだけど、このクマのぬいぐるみはなんでタップすると起き上がったりするのかな。起き上がりこぼしか何かなのかな。は、花瓶が移動するのはなぜ。え、なんで花瓶移動するんだろう。熱する、熱しない。え、おじちゃんヘルメットつけてんのかな。やっぱりなんだろう、花瓶が移動する理由がわからない。ちょっとずらしておこっか。じゃあ一回ね、やって、あれ、なんだ、普通じゃんおじちゃん。これじゃん、おじちゃん頭痛くて。え、花瓶の移動何だったんだろうね。双眼鏡、木はタップしても揺れない。え、これは、あ、目が。双眼鏡で太陽を見てはいけない。でもそれにしてもさ、何すりゃいいんだ、双眼鏡。嘘、何かしないと。でも、あ、太陽がいなくなっていったよ。ほか、はい、じゃあこれで双眼鏡で見れば251。はい、了解しました。251。はい、スタンガンか、スタンガンだろう、スタンガンだろう、違った。はい、じゃあお願いします。位置についてよーい、ドン。終わりが見えないね。あれ、なんか全体的に、あ、今回金庫開かない。クモの巣、コマド、クモだ。しかも毒を持っていそうな感じのカラーのクモだ。じゃあ、鍵で手袋、あー、なるほどね、危ないからね、手袋使って。こう、はい、雲取った、
雲は取ったけどさ、え、じゃあここを閉めなくちゃいけないんだよね。でも閉めらんないんだよ。え、どうすればこうする。で、鍵をつけっぱにすると、泥棒だから金庫の方にまっすぐ行くと、開けると雲だ。終わった、終わった。え、晴れるの？え、それ大丈夫なの？毒だよね、毒。おじちゃん大丈夫かな。元気そうだね。今度は豚チョキ、豚チョキを熱して、あ、ダメダメダメ、触っちゃダメ、触っちゃダメ。さて、この豚チョキどうしようかな。とりあえず落としてみる。すると鍵で、この鍵をここに使うと、で、結局レンガ、レンガね、失礼か何かした方がいいんじゃないかな。いや、いや、あんまりそういうの良くないか。いや、落とすのも良くないんだけどさ。うイエーイ。次は、てかそろそろラストなんじゃない。コップの水とライターと、こういうこと、え、熱い。うん、熱いよね。このコップの水どうすんの。コップの水なくさなきゃダメだった。ん、もしかして火つける前に鍵を取り出さなきゃいけなかったので、鍵開けてタバスコ、あ、そういうことか。鍵を取ってから火つけなきゃいけなかったのね。で、タバスコ入れて、温度、部屋の温度ガーッと、うん、まあ、この部屋にね、この大きい暖炉は暑いよ。で、暑いなーってなって飲むと、ファイヤーかわいそう。普通の部屋だよね。うん。なんだ怪しい。テーブルクロスと、スタンガー。この布どうすればいい？隠れてスタンガンをセットして。お前ここにいるんだろう、ってなって、スタンガンどこやった。マジ、さっきのスタンガンどこやったのよ。じゃあもう普通にスタンガンだけ持たせればいいのね。あ、始まらんのじゃないか。スタンガン持たせた後に布？じゃあ、ハサミ？なんだ、ハサミ。カーテン、なんでこんなに布が必要なんだ。と、じゃあこっちか。こっちだったらバレないぞって話で、持ってるスタンガンを後ろから、なんてこった。イエイじゃない。ねえ、知ってる？今58問目58問もこんなことしてる。何こんなとこからレンガが、どういうシステムなんよこの家。まあ、はいはいはい。うわー、またかー。いやー、最高です。そういう学習能力があるとすごく助かります。次行ってみよう。じゃあレンガ取って、でも他になんもないんだよな。何かしなきゃいけないんだろうけど、他に何がある？やばい、シンプルすぎてわからん。このまま持つとおじちゃんヘルメットかぶってるから、パイナップル出てきた。君最初からパイナップル持ってんだったらいいんじゃん。これでピン抜けよ。ピン抜いてないのよ。爆発。
うわでももしかしたら振動で爆発するか。パイナップルなんて実際に使ったことないし見たことないし、っていうかそういう系のゲームやらないからわからないよ。どういうシステムなんあれ。牛乳ミルク入りのこれを使って何になるの。え、牛乳入りだとなんかあるの。なんか目が痛くなるとか顔がちょっと濡れるぐらいだよね。何すりゃいいんだ。牛乳を温めてみる。温まらない。どうすりゃいいんだこの牛乳。飲ます、飲まない。じゃあこれは合ってるんだね、牛乳入りで。でどうする。タバスコ出てきた。牛乳じゃなくてタバスコになった。さっきの牛乳の成分どこ行った。混ざってるの。混ざってるんだとしたら若干胃に優しい気がしないでもないけど、ファイヤーしちゃうんだな、おじちゃん。またこれか。タコ、タコ、レンガ、ロープ、ロープ持たせてタコでいいんじゃね。ヘルメットが、ヘルメットが新しくなってる。タコに取られた。おじちゃん、おじちゃん。ヘルメットにさ、こう顎で止めるベルトみたいなのついてるでしょ。あれを、あれ付きのヘルメットを買ってくればよかったんだと私は思う。エクスカリバール。シャワー室？じゃあ、ここに隠れんの？お湯を出すわけでもなく、じゃあここエクスカリバールで開けて、で、どうすんの？ひねるわけでもなく。ダンボールをこうすんので、なんで今自分で仕掛けたやん。はい、じゃあ先に少年に入っていただきましてのダンボール敷いので、でおじさんが入ってきたら多分だけどダンボールの踏んじゃうんでしょ。狭くねこの、でも狭くねこの風呂場。さてあとラスト3問かな、これ含めて。でなんか少年の手がなんかピンクなんだよね。何してるんだろう。本、特に何もなしで、右が、なんか壺落ちそうだし、ヒントが何にもないんだけど。難問かもしれない。結局何をすればよかったんだ。何もないよ。雲いた。じゃあ雲を入れるができない。このままじゃあ戻せればいいってこと。おじちゃんに雲落とすの、それペットだよね。そうなるよ。ペットだよね。はい、63問目だよ。木は揺れないし、はい、絵の中から鍵をゲット。まあスタンガン、シンプルに、隠れてスタンガン、マジで。ちょっと知恵が増えてると言いますか。見つかりそうで見つからないような、自分から開けていくスタイルか。見つけてもらうの待たない。はい、ラストステージだ。なんだろうこれ、パイかな、タバスコ？パイの中にタバスコ入れるの？入れないよね。入れるんだ。じゃあ少年はどうするのよ。パイをパイを、辛いパイを反対に持って投げつけるんですか。
いそう、食べ物を粗末にしちゃいかんよ少年。あ、音消えちゃった。はい、じゃあこんな感じですね。1問目から64問目まで、はい、お疲れ様でした。で、お気づきの方がいるとは思うんですけれども、ステージによって星がついてたりとかついてなかったりしてるんですよ。これってどういうことなのっていうと、ゲームオーバーっていう画面、まあ要するに失敗画面ですねっていうのが表示、各ステージごとに用意されてるんで、そこまでちゃんと見ればお星様がついて完全攻略という風な感じになります。で、完全攻略の方はですね、私の方が個人的にやるという感じで、ではもし気になれば、皆様ご自身でやっていただくという感じでいいですかね。うん、そうしましょう。いや、のんきに寝てるな少年、よかったね、一生懸命頑張ったね。はい、そんな感じでした。まあなかなかパターンが決まっちゃってるけれども、たまに変化球があるみたいな。ただボリュームはすごいね、たったに64問あるから、まあ今回はまあ2ステージじゃない 2回に分けてね、紹介させていただきました。はい、ここまでご視聴していただきありがとうございます。本当にお付き合いしていただいて本当にありがとうございます。次回はですね、まだやるもの決まってないんですけれども、まあ、またすぐパッと出せるような感じにしたいと思いますので、もしよろしければそちらの方もよろしくお願いいたします。ではですね、本日もお疲れ様でした。